皆さんこんにちは、ガチミの青春と影とイエイ。はい、ということで今日は絵画と僕2人でやっていきたいと思います。はい、そうですね、戻ってきましたね、高校生時代に ね、まあこの季節ということは、はい、卒業のシーズンということでですね、プラス、ヨキさん、TikToker 計画。ヨキさん今日いい日にないか登場してもらいましょう、キスいや、いた、うんと全然ヨキさんもよしたりですヨキさんが、なんか制服着てちょっと僕やりたいとか言うからあの、卒業シーズンということで卒業っぽいTikTok を撮ろうという話になりまして、それずつ撮って、まあ、どれが良かったかコメント欄で誰が良かったよみたいなのをやっていただければすごい嬉しいです。行ってみましょう。カラ TV ダン、見てください、これ卒業式にありそうなグッズ、まあ、この風船みたいなやつと表彰状と胸につけるやつね、おめでとうみたいな。あ、それやつか。まあそれを使ってまあ使ってもいいし使わなくてもいいしみたいな、それでやっていきたいと思います。カラ TV、俺はもう決まってます。いやでもどうせならみんなでこの格好で出たい作品もいいよね。じゃあまずしゅんくんのやつから撮って、その間に2人考えながらにする。そうしよう、そうしましょう。カル TV、 オッケー、みんなこっち、みんなこっち、あやさんここから撮ってください。まーるさーで、バーンって出てくる感じ。バーンって出てくるわけ。3人で、俺がタイミング撮るから。どこ見てればいいの？鏡越しにカメラ見てればいいの？そう、3、2、1、ドン。編集してこのゆっくりの部分を決める。いや、飛ぶとこ決めましょう。さあ、俺が真ん中ならいいよ。一番俺一番飛ぶの。3、2、1、ドン。おお、はい、ということで次いきます。カルティビー。まあちょっとずつ浮かんできましたよ。この歌で一人はこれをこうカメラに向けてはいって渡す、でもう一人はこの胸のやつこう取って、彼女じゃないですけど友達かその後輩とかに渡す、で一人は表彰状自分のもらったやつを渡すっていう、この3人をつなげます。表彰状渡しちゃうんだ。もうあげるあげる、あげるって。お前は考えろ、考えてるか今。あ、ごめん、ごめんなさい絶対考えてないだろうなと。カル TV、 いきます。バーストせーの。オッケー、一発オッケー。監督どうですか？オッケーオッケーオッケー。これのアドリブちゃんと言っといたんで、そっちでもいいですよ、外見てたもん。まあ、気持ち的にまあまあなんなら外を見てちょっと卒業かーみたいな顔をしといてからの、僕が近寄ったらあ、彼女を見てこっち向いて顔の下ぐらいで、あ、そうそうそう、早かった。あ、どうも。はい、あ、いいいいいい、完璧完璧完璧。ちょっと情報量たっぷりにしよう。僕の定位置。あ、なるほどね。に体育座りで、はい、こう呼んでてほしいです。体育座りして、そう。マジで？これ完璧。マジなんかあの子前の時もかっこよかったっすよ。キランって見て完璧。好き。これいいこれいい。好き買いたいんでよかったマジで。次よききね。カル TV、 TikTok の音源とか僕よくわかんないんで、うん、僕が音源やるんで3月9日歌いましょう。お、みんなで、ああ、あの好きに歌ってくれればいいから。ああ、好きにね。あふれ出すからにしよう。え、なんか後ろかっこいいんだけど。カル TV、 あふれ出す光の粒がまぶたの裏にいることで、なんでも大丈夫だと思います。後ろただのイケメンの人間がなんか来た。いいよ。カル TV、
はい、ということでまず3人の観戦したのでまず僕の方から見たいと思います。あっ、ポケット手入ってるから、確かにめっちゃ笑顔真っ赤笑顔。じゃあ僕は思いっきり紙ぶつかってるんですよ。まあ次、じゃあ僕、俺これ一番だと思うんだよな。一番最後、見どころ一番最後でございます、皆さん。いや、これいいんじゃない、やっぱり海外2枚だもん。ちょっと上とか向いて、そう、まず外向いて、卒業を悲しんでください、悲しんでください。そんな監督だったの。次どうしよう、横画面だよ。後に少し照れてるあなたの横で、新たな世界の入り口に立ち、気づいたことは一人じゃないってこと。瞳を閉じればあなたが、この後、海外にやったの終わってた、終わりましたので、ということでこの3人めちゃくちゃいいよ。この TikTok はすごい、青春の1ページ、セリシュンと、うん、俺のやつはなんかもっとみんなで撮ってほしいな、うん、晴れてる体育館、教室、みんなで教室でとか、黒板に何回でね、エモいね、俺マジ泣いちゃう、泣いちゃったもん、泣いちゃったんだ。まあこんな感じで、うん、卒業っぽい TikTok撮ったんですけど、どうでした、どうでしたか。学校じゃない場所なのにこんなに青春感出せる3人はさすが TikToker だなと思いました。うわー、さすがバカバカ。まあどれがいいかは皆さんコメント欄で教えてくださいってことで、この動画はこれで終わりたいと思います。せーの、 See you later! バイバイ。プレゼントクイズ第11問。この時スタッフは何を言い忘れていたでしょうか。いや難しいですよね、11問になりました。まあ途中から見た方は1問目からぜひぜひ見てください。正解した人の中から抽選でプレゼントがもらえるので、ぜひぜひ回って試して、まあ試す分にはそのすっごい楽なのでやってみてください。詳細は概要欄でありますので。それではご主人様、お茶の間の皆様、また明日。萌え萌えきょん、萌え萌えきょん。かわいい時期、ベルプチバージョンのかわいい時期を今回やっていきたいと思います。うん。いや、シグ、こん